こんにちは、林です。実はですね、こんな感じでちょっと撮影のね、画角を、リビングからこっちに変えてみました。なんかね、今後ガジェットとか僕も紹介したいなと思った時に、こうパソコンが背景の方が、なんか僕の中でこうテンションが上がるなって思ったんですよね。まあ、なので今後はですね、この画角で、まあ、奥もですね、やっぱりリビングとかがあって、すごく奥行きのある部屋っていうのが、まあ、やっぱりこの動画でもね、分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、今後はね、こんな感じでちょっと動画をですね、撮って、まあ、改めてね、こう僕の動画をリニューアルという感じでやっていこうかなと思います。今日はですね、2021年バージョンの無印良品の神アイテムですね。で、その中から1000円以下で買えるものを7つ厳選してご紹介しようかなと思います。去年もですね、1000円以下で買える無印良品の神アイテム7選ってことでね、動画をね、撮ってみたんですけれども、やっぱりあれから1年経ったっていうのと、この1年の間にですね、やっぱりね、無印さん本当にすごくて、新商品の中でも1000円以下で買えるものって結構多かったんですよ。その中で僕もこう愛用しているものっていうのも結構ありましたので、今回はですね、改めて新商品も含めですね、1000円以下で買える無印良品の神アイテムをですね、7つ厳選してご紹介しようかなと思います。それではね、早速詳細いってみましょう。はい、ということで今日はですね、1000円以下で買える無印良品の神アイテム、本当に僕がおすすめしたアイテムをですね、2021年バージョンということで、新商品も含め7つですね、厳選してご紹介しようかなと思います。ではまず1つ目はですね、もう僕がもう最近毎日使っているカバンですね、トートバッグになります。こちらが990円で買えるんですけれども、まあ、まず何といってもこのコスパの高さですよね。これ生地もね、結構しっかりしていまして、中にはですね、僕パソコンとかあとは書籍とかガジェット類を入れて、最近はこのバッグで外出をするようにしております。もう会社に行く時も基本的にこのバッグなんですけれども、まあ、やっぱりね、コスパの高さが非常に僕はね、推しポイントだなと思いました。ポケットも外側に2つついていますし、内側にもですね、ポケットが1つついているんですよ、ここに。っていう感じで、まあ、このバッグをおすすめしたい方はですね、まあ、普通に普段用としてトートバッグですね、外出用として使いたい方はもちろんなんですけれども、まあ、これはエコバッグですね。普通に買い物バッグとしても使えると思います、まあ、1000円以下990円で買えるというそのコスパの高さで、一つ持っておいて損はないかなと思いますので、まあ、僕のように普段使いするのもいいですし、買い物カバンとして使うのもいいですし、ちなみに僕は横型を買ったんですけど、これ縦型も売ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください、ちなみにこちらのカバン専用のレビュー動画も別に出しておりますので、まあ、僕がこのカバンの中に普段何を持ち歩いているのかっていうのを気になる方はですね、ぜひそちらの動画もチェックしていただければなと思います、てことでまず1つ目はこちらのトートバッグですね。これが990円で購入することができます。では次、2つ目はですね、これは今年の新商品になります。それがこちらです。はい、ガジェットポーチですね。こちらも990円で購入することができるんですけれども、やっと無印さんから本格的にガジェット専用のポーチが出ました。で、実際にこれ開けてみるとですね、こんな感じで結構ね、大容量なんですよね。この中には僕はパソコンの充電器とかを入れてます。まずちょっといろいろ中身出してみましょうか。はい、こちら MacBook の充電ケーブルと、それ専用の充電器、これもアンカーで売ってるやつで、もうちょっと売ってないんですけど、充電器と、あとはモバイルバッテリーを入れております。これもアンカーですね。はい、iPhone2 回分充電できるアンカーのパワーコアフュージョン1万、そしてライトニングケーブルですね、を入れております。やっぱりこれだけ大容量のバッテリーとかを入れても、このガジェットポーチですね、かさばらないんですよね。で、それのポイントがやっぱりこのマチが広いっていうところなんですよ。ここ結構ね、普通のポーチに比べてやっぱりマチが広くなっているおかげで、たくさんガジェットを入れてもですね、かさばらないっていうのがこのガジェットポーチのメリットだなと思いました。まあ、僕のようにパソコンの充電器、そしてスマホ用の充電器で、それ専用のケーブル、まあ大体これぐらいかなってね、思いますので、まあ何かガジェットポーチで、まあ、結構コスパの高いアイテム探してるって方はこちら990円で買えます。色も僕はブラックを選んだんですけど、ブラックの他にもグレーの2色がありますので、まあ、お好きな方を選ぶといいかなと思います。てことで2つ目はこちらのガジェットポーチですね。これはもう今年出たばかりの新商品になります。次、3つ目はこれ去年の動画でもご紹介したと思うんですけど、今年も引き続きやっぱりこれは優秀だなって思ったのがこれですね、ケーブル収納ですね。こちらはなんと190円で買えるんですけれども、まあ、こんな感じで iPhone とかスマートフォンに付属している充電ケーブルをこういうふうに簡単にまとめることができるんですよね。これ使い方を説明すると、
ちょっと一旦ケーブルを外すんですけど、これが売られている状態でのケーブル収納なんですけど、これをまずパカッと開けると、ここにですねケーブルを入れる用の線があるんですよ。ここにケーブルをこんな感じでケーブルをまず入れるんですよね。でそしてここにダイヤルがありますので、これをこういうふうに回しますと、回すことによってケーブルがこんな感じでまとまりますので、まずケーブルかさばる心配ありません、絡まる心配がないっていう感じですね。そして使う時にはこれをこういうふうに引っ張れば、普通に使えることができるという結構優秀なアイテムになっております。まあ、僕はこの中に普通に iPhone のですねライトニングケーブルとかを入れて持ち歩いてるんですけど、もうこれ使って1年半ぐらい経ったんですけど、やっぱりねこれもっと買い足したいアイテムですね。他にも iPad 用の充電器とか、あとパソコン以外にもカメラですね、カメラの充電器とかもやっぱりこのケーブル収納にまとめて入れたいなっていうのがありますので、190円っていうめちゃめちゃ安い金額で買えるっていう点が、僕はねこの1000円以下で買える神アイテムに選んだ理由かなと思います。はい、ってことで、ケーブル収納ですね、これまだまだ人気なアイテムになりますので、見つけた方はぜひ無印で買ってみてください。ってことで3つ目はこちらのケーブル収納、190円で購入することができます。では次4つ目はですねこちらです。はい、ボールペンですね。これも今年出たばかりのアイテムで、これは木製六角ボールペンというものになります。無印さんこれまでアルミ六角ボールペンっていう、ここが木製になってるんですけど、これがアルミタイプのものは今まで売られていたんですよね。まあ、それの木製バージョンが出たんですけど、僕はこっち出てからもうすぐ買いましたね。まあ、理由としてはまずこの木のぬくもりが感じられるっていうポイントです。そして2つ目がコンパクトですね。普通のボールペンに比べてサイズ的には若干小さいので、そういった面でもこのボールペンすごく持ち運びに便利だなと思いました。こう例えば手帳に挟んだりとかノートに挟んだりとかですね、あとはちょっとしたスペースにボールペンをねこう忍び込ませるっていう点でもすごく優秀ですし、この木のぬくもりが何といってもこの無印らしさっていうのが結構出てるなって思いましたので、僕はこのボールペンをですね普段は外出先で使っていたりしております。インク自体は油性のインクなので、なんかこうゲルインクみたいな感じではないんですけど、普通に書けますので、まあ、問題ないかなっていうところですね。ということで、4つ目こちらの、木製ボールペンですね、これが490円で購入することができます。では次5つ目もボールペンに付随してノートをご紹介しようかなと思います。はい、それがこちらですね、リフィルノートになります。これもですね今年出たばかりの新商品で、特に最近出たばかりのこの、ポリプロピレンタイプのリフィルノートをご紹介しようかなと思います。このノートの特徴としては、そこまで枚数が入らないっていうのが最大のポイントなんですよね。このリフィルノート、これは普通にルーズリーフをまとめる用のノートなんですけれども、まず何といっても薄さですね。はい、薄いのでカバンの中がかさばらないっていうのが非常にいいポイントだなと思いました。まあ、特に学生さんであったりとか社会人の方は結構ねまだ紙とペン使ってメモられる方非常に多いかなと思うんですけど、まあ、これぐらい薄いとカバンの隅とかに入れていても全然問題ないですよね。まあ、そして先ほど紹介したアルミ六角ボールペンとか木製六角ボールペンをここに入れておけばすぐに筆記用具として使えますので、まあ、僕の場合はこの中にですね必要最低限のルーズリーフだけを入れて、外出先でまずこうメモとか取るじゃないですか。でそしてもうその後使わないものは捨てて、まあ、何か保存する用はですね家で別にファイルを持っていますので、そのファイルに紙を入れて保存するようにしております。でこちらがですね金額としては290円なんですよ。普通に安いので、まあ、学生さんであったりとか、まあ、特に大学生の方におすすめですね。こう講義のノートとかいっぱいあるとやっぱりかさばるじゃないですか。だからその日使う分だけのノートを持ち歩いて家で保存するというやり方が非常にいいんじゃないかなと思いますので、このリフィルノートはカバンの中をかさばらないようにするためには非常におすすめかなと思いました。ということで5つ目はこちらのですねリフィルノートになります。これが290円で購入することができます。では6つ目もですね、これは今年出たばかりの商品で、シャンプー類ですね。その中でもこのダメージケアシャンプーとコンディショナーっていうのがおすすめです。これ携帯タイプなので350円なんですけど、普通のサイズですね 340ml の場合はそれぞれ990円で購入することができます。今年に入ってから無印のシャンプーがリニューアルしました。まあ、これまではクリアケアとかハーバルっていう感じだったんですけど、まあ、今回紹介するこのダメージケアの他にもこうスカルプケアとか敏感肌用とかっていう感じで、こう髪の質だったりとか頭皮の質に合わせてシャンプーが出るようになったんですよね。
で特に僕の場合はサウナに行くことも非常に多いですし、まあ、あとは今までパーマとかかけていたので、それをですねダメージ結構髪に与えていたんですよ。もうそれをケアするためにこちらのダメージケアのシャンプーとコンディショナーを買いました。やっぱりこれに変えたことによって髪の指通りが本当に良くなったんですよね。はい、まあ、なので例えば僕のようにこう髪日頃からちょっとこうダメージ与えちゃってるかなっていう方だったりとか、そういった方はですねこのダメージケアシャンプー非常に香りも柑橘系で爽やかでいい香りがするので、使い心地としては最高だなと思います。これコンディショナーつけたと本当に髪がこうトゥルントゥルンになる感じがするので、非常に使っていて心地よいシャンプーかなと思います。ってことで6つ目はこちらのですねダメージケアのシャンプーとコンディショナーですね。それぞれ通常サイズ 340ml の場合は990円で購入することができます。では最後7つ目はこちらです。はい、段ボール型ファイルボックスになります。これもね詳細の動画出しておりますのでぜひチェックしていただきたいんですけど、これはですね390円から450円の幅で買えます。その中でも僕は今持ってきているのは450円の大きいサイズになるんですけど、まあ、これ普通に段ボールなんですけれども、まあ、この中に僕はちょっとこう掃除用具を入れているんですよね。こんな感じで、これのいいポイントはこの白色のこのシンプルな収納ボックスが非常に安価に買えるっていうことですね。450円っていうめちゃめちゃ安い金額でこの白色の段ボールのおしゃれな収納が買えますので、これに類似の商品といえばやっぱりフェローズから出ているバンカーズボックスだと思うんですけど、あれだとね1000円超えちゃうんですよね。でそれに対抗するかのように無印さんからこういったねバンカーズボックスではないですけれども白色の段ボール型のボックスが出たっていうのはね非常にコスパ高いかなと思いました。これを例えば複数買って収納これで統一すると非常にインテリアとしても映えるかなと思いますので、まあ、何かインテリア的にも収納ボックスですねおしゃれなものが欲しいっていう方にはこちらの段ボール型のファイルボックス非常にコスパ高くておすすめだなと思います。これ450円ですよ。本当に安いし組み立ても簡単です。詳細の動画は別に撮っておりますのでぜひそちらをチェックしてみてください。ということで7つ目はこちらの段ボール型のファイルボックスですね。これが、サイズにはよるんですけど、僕が持ってる大きいサイズは450円という非常に安価な価格で購入することができます。はい、てことで今日はですね1000円以下で買える無印良品の神アイテム7000の、2021年バージョンをちょっと撮っていきました。まあこの中でね最後僕がピックアップするなら改めてやっぱりシャンプーコンディショナー類のリニューアルだなって思っております。今年の4月にですね無印のシャンプー類リニューアルしまして、僕はねダメージケアシャンプーっていうのを使っています。まあそれ使ってる理由はねさっきもお伝えしたんですけれども、やっぱりもともと癖っ気だったっていうのと、あとこうなんていうんですかねアイロンとかドライヤーとかもしてますし、もともとパーマとかも当ててたので、あとサウナとか結構行くのでねダメージ結構食らってるんですよね。でそれをケアするために買ったんですけれども、やっぱりねシャンプー変えてから本当にこう髪のね指通りっていうのがすごく良くなりましたし、癖毛っていうのもねさらにこうなくなってパサつきも減ったので、まあ、結構ね今髪のパサつきとか気になってる方は無印のダメージケアシャンプー使うと非常にいいんじゃないかなと思います。あとこれ個人的な感想なんですけど、無印のシャンプーに変えてからですね実はもう2年ぐらい経つんですけど、癖毛が本当になくなったなと思うんですよ。僕今でこそこう結構ストレートな感じで、これ何もつけてなかったら本当にぺちゃんこなんですけれども、まあ、ただねもともとは本当にこう後ろの髪の毛とかうねってましたし、前髪も結構ね癖毛があって縮毛矯正とかかけていた人間なんですよ。でもここ1年ぐらい全然そんなことせずに良くなったので、まあ、その原因をねよく考えたらやっぱりこう無印のシャンプーに変えたからかなっていう風に僕も思ったので、まあなので癖毛とかで悩んでる方ですね、ぜひ無印のシャンプー使ってみると改善するかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ってことで今日はですね2021年バージョンの1000円以下で買える無印良品の神アイテム7000をご紹介していきました。まあ、こんな感じで僕の動画ではシンプルな暮らしっていうのを軸にライフスタイルのことだったりとか無印のアイテムレビューとかガジェットの紹介とかやっておりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価よろしくお願いします。あとインスタグラムもやっております。インスタでは生き方ですね、ライフスタイルっていうのを中心にしているんですけれども、生き方を軸とした発信をしております。まあ、こう転職だったりとか副業みたいなこともね発信しておりますので、ぜひインスタもチェックしてみてください。ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。